松井言語は日本の構造家。早稲田大学建築学科で長く教鞭を取りながら著名な建築家と数多くの建築を生み出してきた構造設計者の一人である。学外では構造設計事務所 ORS 事務所を創設し設計活動を展開した。また現場宇中空ボイドスラブ広報など研究開発した広報も多数。早稲田大学体幹後は 構造設計の賞として、松井弁護賞を創設。構造エンジニア、構造設計者らの育成と地位の向上にも力を注いでいた。代表作に、菊武清くんの一連の建築作品における構造設計、早稲田大学理工学部51号館世田谷美術館構造設計、坂茂の神の家の構造設計など多数。工学博士。 新潟県佐渡島出身。1943年早稲田大学第一、理工学部建築学科卒業。1948年早稲田大学大学院博士、家庭修了堂大学専任講師。1952年助教授。1956年教授。1968年日本建築学会賞受賞。1991年名誉教授。 1993年日本建築学会賞受賞。現代物庫者、時点1994から1996。P518. ありがとうございます。